神にして、仏は神の居所より入れたる、神殿になる、さあ天国の一大敵になる。これ、武術は、道徳の道におけるかる、神と人との相手により、現代上限の誠をもって、誠の友、すなわち、様と魂を際に伝承し、人と共の天魔と、御一と全う、もって、天魔領界に乗り合わす、人として、一点の進撃なき、真理一の前日なる、誠の人を作るをもって目的とし、今や我が国は非常時代、対自然と、対中央とを経て、人心を連末、時代を超越し、ただ天体の街道を通じ、もって天心、道徳の誠を尽くすべきものなし。